ちょっといいかな何どうしたの帰りなんで俺が不機嫌にしてたかわかるうーん、わからないよ。ずっと心配だった。何かあったいや、原因お前だよ。え、私何かしちゃったっけ思い当たる節一つもないのかなずっと考えてるけどわからなくて。会計の時なんだけどわかるなんだろうごめんなさいわからなくて。ここまでヒント出してあげてんのにわからないって相当やばいよ。お前ポイントカード勝手に出したよな。ポイントカード自分の出したけど。支払ってんの俺だよね。なんでお前自分のポイントカードにポイント勝手に貯めてんのいや。お前いつもそうだよな。散々支払 晴らしといて、自分だけポイント貯めようとするのがマジキモいだって。しゅん君 t ポイントカード持ってないでしょ？持ってるわ。ボケめちゃくちゃ T 貯めてるわ。お前と付き合ってからたまんなくなったわ。それはごめんなさい。まずな支払った側にポイントをつける。つけないの？権限があること。忘れんなつけないってなった時に初めてお前につける権利が与えられるから、ポイントカードのモラルってもんはないの？お前にでもたかが数ポイントの話じゃん。お前マジで言ってんの話にならねえわ。その数ポイントもチリツモででかくなってくんだよ。しかも今日なんかポイント5倍デーだったからな。さすがに頭きたわ。 ごめんなさい。付き合い始めてからお前が勝手につけたポイント分総額196ポイントな。これ一生忘れねえから。明日ビッグカメラで買い物するときは絶対俺につけさせろよ。ビッグはポイントめちゃくちゃたまんだよ。お前これで勝手に自分の出したらお別れだからな。